2022北京冬季オリンピックスピードスケートショートトラック男子1000メートル準決勝で韓国代表選手が失格判定を受け、これが不可解な判定と韓国で問題視される中、人気アイドルグループ BTS、防弾少年団のファンが場外乱闘を繰り広げている。ことの発端は、スピードスケートショートトラック男子1000メートル準決勝で韓国選手が不可解な失格判定を受けたことだ。その後、韓国ボーイズグループ BTS、防弾少年団の RM はファンデホン選手に SNS で拍手で励ましの声を届けたのだが、これが中国ネットユーザーの怒りを買った。RM はインスタグラムストーリーズに気が準決勝一組で中国の2選手を追い越す瞬間の姿を投稿。そこに拍手とグッドサインのスタンプを付け加えた。RM が掲載した場面は気がインコースを狙って先頭に立った瞬間だ。この過程で選手同士の衝突は見られなかったが、気は失格処分となり決勝進出を逃がした。さらに準決勝2組のイジュンソ選手も2位でゴールしたが、ハンガリーの選手との接触過程で反則とみなされ失格に。韓国選手2人の失格により、中国選手2人が決勝に進出するなど韓国では疑惑の判定とされ、問題になっている。このような状況で RM は、特別な言及はせずに絵文字のみで自国の選手にエールを送った。すると、この投稿を受けて中国ネットユーザーらはコメントが制限されている RM 個人の SNS の代わりに、BTS の公式 SNS に集結。オートマークの絵文字を使って SNS テロに出た。このような中国ネットユーザーの行動に BTS ファンは激怒。BTS を象徴するパープルカラーのハート絵文字を使用して対抗している。